ダニエル・タイスは、ドイツ・ニーダー・ザク選手、ザルツ・ギッター出身のバスケットボール選手。NBA のシカゴ・ブルズに所属している。ポジションは、パワー・フォワードとセンター。バスケットボールドイツ代表。2016年2008年、ドイツのバスケットボールチーム、ブラウン・シュバイクでプロ入り。2013から14シーズンには、リーグの最優秀若手選手賞を受賞。 2014年夏に NBA サマーリーグにワシントンウィザーズの一員として参加し、ドイツ帰国後の8月に国内リーグの競合チームブローゼバスケッツと契約。加入1年目の2014から15シーズンに BBL ファイナルでバイエルンミュン編ンを3勝2敗で下し、リーグ優勝を達成した。2017年6月19日。 ボストンセルティックスと2年契約を結んだことが報じられ、7月20日に正式契約をした。同年10月17日、シーズン開幕のクリーブランドキャバリアーズ戦で、控え選手として初デビュー。翌18日のミルウォーキーバックス戦で初めて試合に出場、26日のドーバックス戦では、先発選手として初出場を果たした。 翌年3月11日のインディアナペーサーズ戦で、追った右膝半月板の負傷により2017から18シーズンの残り全試合を欠場することとなった。2021年3月25日、ワシントンウィザーズも含めた3チーム間のトレードにより、シカゴブルズに移籍した。2014年にドイツ代表に初招集され、以降は中心選手として活躍する。 オフェンスでは味方を生かすプレーが身の上でハイピックロールオフェンスのスクリーナーを担う。優れたハンドラーやウィングの選手が多かったセルティックスにおいては彼のハイピックスクリーンからオフェンスをスタートするのが基本の形であった。スクリーンセット後はロールしてのリムアタック、ポップしてミドルジャンパーおよび 3P シュート、ペイント内でのコースを開けるスクリーンなどを状況に応じて行う。 ディフェンスでは主にペリメーター内に待機し、相手の3ピンへの対応とドライブレーンの封鎖を行う。ペイント内へボールを入れられた場合は、機動力を活かし後方からブロックを行う。中間距離を取ることにより、クローズアウト、リムプロテクト、ダブルチームを実施する。攻守両面で、スタッツには残らないが、チームには欠かせないプレーを行うスタイルのため、 過小評価気味の選手ではあるが、シャキール・オニールは、あの選手は、すべてのプレーでコートを走り回っていると、汗かき役に徹するタイスを評価し、バードマンの愛称で知られるクリス・アンダーセンと比較して、絶賛した。ありがとうございます。